bus. 水は出しっぱなしにしない。人参城ができた、できた、できた。金魚さん、お水だよ。あ、どうしたんだろう。あ、よ、なんでこんなに寒いんだ。あ、うわあ、なんで凍ってるんだ。大変だ。わあ、いい匂い。あん、わあ、気持ちいい。ケロ、寒くなった。あ、アクション。ん、あ、凍ってる。うわあ、いけてる。おお、あ、髪の毛が。助けて！うわ、なんだあれ！どうしたんです？ビルが凍ってるんです！住民が危険です！急いで助けましょう！中まで凍ってる！巨大な冷凍庫みたいだ！急ぎましょう。氷で滑ったのか。大丈夫、アイゼンがあるわ。これはすごい。ビルの暖房設備が壊れてる。だからこんなに寒いのか。助けて。助けに行きましょう。助けて。にわかんない。任せて、ヒートガン。え、小さいけど大丈夫？侮らないで。おそれ。おわー、すごい。わあ、これはひどい。お頼みます。よし。手分けしましょう。手伝います。助かった。これでよし。ラブール警部、どうしてビルが凍ったんです？ビルの中で水漏れが起きていて、暖房設備が壊れた可能性が高いです。引き続き調べますので、皆さんは避難してください。見つけたくんが安全に避難させてくれるわ。見て助けて。上にまだ人が、急ぎましょう。まずいですね。どうやって上に行きましょう。これを使って、バンビーがいれば何でも解決。それ。あ、うん、あ、危ない。テルマさん、それ。助けて。大丈夫かい？ラブール警部、助けて！動かないで、すぐに助けます。あ、何の音だ？ん？あ、今回の騒動はピョンチーの家の水道が閉まっていなかったからか。あ、パピーさん、水道を止めてください。はい。僕のせい？こんな蛇口を閉め忘れてたなんて。
まずい、追いましょう。これだ。パピーさん、向こうへ。それ、捕まって。それ。もう水を出しっぱなしにしない。ダブル警部のワンポイントアドバイス。みんな、水を使い終わったら必ず止めようね。水を出しっぱなしにすると水資源を無駄にするだけでなく、水漏れで家が傷んだり予期せぬトラブルを引き起こしたりすることがあるんだ。水を使ったら必ず止めようね。ワン、お願い、いいねをしてね。対決ヘビゲーム。スプリン、もうゲームはやめて、みんなでビーチに行きましょう。早く行こうよ。行かない、僕はゲームするな。Oh, my God.
ヘビゲームはどうやったら終わらせられるんだい？ヘビが自分の体を噛むとゲームオーバーになるんだ。それなら、ありました！迷路に誘い込んで自分の体を噛ませましょう。おい、ヘビさん、こっちだよ。ほれほれ、こっちへおいで。ヘビさん、私はここよ。ほら、こっち。あと少しです。いた！ブリンク！危ない！シュクリ、パーピーレンジャー、メルマンさん、ダブルゲーム！全部持った？持ったよ。ブリン、本当にビーチで遊ばないの？みんなもいる。待って、僕も一緒に遊ぶ。もうゲームはいいの？ゲームよりみんなと一緒の方がいい。さあ行こう。出発だ！イエーイ！自転車教室。ウサギくん、ウサギくん、自転車乗れるようになったの？自転車に乗るのなんて簡単さ。見てて。あれ、どこ？ウサギくん大丈夫？大丈夫、すぐに乗れるようになるよ。行くぞ。あれ、開いた。自転車難しい、もうやらない。危ない。自転車を借りてもいいかい？いいよ。はっ、よーっ。はっ、オオカミさん、逃がしませんよ。誰誰誰、はっ、よっ、はっ、よーっ。止まりなさい。わー、この、こっちだ。よく見なさい。おおかみさん、署まで連行します。はい。うわすごいね。自転車を貸してくれてありがとう。とっても助かったよ。あれ、怪我をしてるじゃないか。自転車に乗ろうとしたけど転んでばっかで。それでも続けたいんだよね。
やっぱりやめる。転ぶと痛いもん。怖がらないで、僕たちが教えてあげる。まず人が少なくて安全な平らな場所で練習しようね。次はプロテクターをつけて怪我から自分を守ろう。イエーイ。自転車のサドルの高さを調整して足が地面に届くようにしよう。こうすれば怖くないでしょ。まずは両足で地面を蹴ってバランスをとってみよう。いいよ、その調子。そのまま前を見てみよう。大きな石がぶつかっちゃう。どこどこ、大きな石はどこだ。ここにあるよ。これが大きな石。次はブレーキと曲がる練習をしよう。気にぶつかる。怖がらないで、ゆっくりブレーキを握って。いいぞ、気をつけて曲がって、ゆっくりね。やっぱり難しいよ、もう乗りたくない。実は僕も子供の頃自転車に乗れなかったんだ。どうやって乗れるようになったの？それは…大丈夫？ベルマン！あら？また転んじゃった。ママ、もう自転車に乗らない。大丈夫よ。失敗は成功のもとよ。転んでも立ち上がって学べばいいの。それで乗れるようになったんだ。へえ、転んでも立ち上がって。そう、失敗を恐れないで。難しくても諦めないで。練習を続けるよ。頑張れ。いいぞ、その調子。大きな石、大きな石が。慌てずにゆっくりブレーキをかけて。今度は本当に大きな石だった。バランスを保ってゆっくり曲がろう。その調子、いいぞ。よし、そのまま。怖がらないで、大丈夫、君ならできる。本当に上手くなったね。すぐに追い越されそうだ。教えてくれてありがとう。うさぎくんの努力と頑張りのおかげだよ。うさぎくん、一緒に自転車で遊ぼう。またね。またね。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、自転車の練習中に転ぶのは普通のことだから怖がらないでね。そして決して簡単に諦めないで。転んでも立ち上がって練習すれば必ず自転車に乗れるようになるよ。それとプロテクターをしっかりつけて大人の人と一緒に安全な場所で練習することも忘れないでね。応援しているから頑張ってね。ワン！日焼け止めを塗ろう。
日差しが強いですね。日焼けしないように注意しましょう。じゃじゃーん、ゲーム準備万端です。わー、日焼け止めがいっぱい。飛ぶ前に日焼け止めを塗りましょうね。あら、はい。日焼け止め、日焼け止め。やだよ、めんどくさい。ぴょんち、日焼け止めを塗らないと日焼けしちゃうよ。うんうん、私も塗ったよ。日焼けなんて怖くない。遊ぶぞ。ぴょんち、待って。やった。ヒリヒリする。ピョンチ、遊ぼう遊ぼう。今行く。スリいけーやーとーパー。痛い、腕がジンジンしてきた。熱すぎるのかな。あー、ピョンチ、それどうしたの。あれ、なんでみんな平気なの。だって日焼け止め塗ってるもん。キャボットも平気なの。僕たちロボット日焼け止めいらず。そうそう、あ、そうか。また遊ぼう、また遊ぼう。うわ、痛い。イエイ、うわ、痛い痛い痛い。近づかないで。日焼けしちゃったよ。早く帰らなきゃ。暑い。いた。わあ、危なかった。あ、それ。雲の影にいれば日焼けしないはずだ。あの人の影に入ろう。よし、まずはストレッチからだ。おいっ、次三四、足を伸ばして、よし、それ。あ、当てて、熱すぎる。アイス、アイス。あ、アイス屋さんだ。あそこに隠れよう。あ、いちょ、ほいちょ。冷房もあって涼しい。ありがとう。なんで行っちゃうの。ピョンチーの日焼けがひどいです。見に行きましょう。はい。痛い。
日焼けが火傷になってます。急いで病院へ。ラブームゲームのワンポイントアドバイス。みんな、長時間日光に当たると皮膚が傷つき赤くなったり水ぶくれができたりするんだ。だから外で遊ぶときは日焼け止めを塗るなどの対策をしっかりと取ろうね。そうすれば日焼けは防げるんだ。ワン！パピーの発明。完成。新発明のバルーンキャンディ。これを一粒食べるだけで体が風船のように膨らんで空を飛ぶことができるのよ。ミッキー、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 ミッキー。あ、見つけたか。バルーンキャンディを食べたわね。ミッキー、ミッキー。まずい、食べ過ぎよ。ミッキー、見つけたくん、大丈夫よ。今助けるわ。行くわよ。それ、捕まえた。やっと止まった。今度こそ受け止めてみせるわよ。それ。パトカーが起き始めた。ぶつかる。まずい。バルーンキャンディの効果が切れ始めたわ。よかった。フライトモード起動。それ。バルーンキャンディの食べ過ぎは危険ね。早く片付けなきゃ。パピーさん、このキャンディ美味しいね。全部食べちゃったの。なんだなんだ。それはバルーンキャンディーを勝手に食べちゃダメ。うわどんな。もう勝手に食べたりしないぞ。これでよし。配達員さん、ハムスターさん家に送る荷物、今日中に届けてくれませんか。任せてください。よありがとう。狼さん、止まりなさい。誰が捕まるかよ。うわどう。あ、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 あ
を連行してきます。お願いします。あ、荷物。やった、無事でよかった。よっと。配達員さん、私の荷物はまだですか？早めに届けてください。もしもし、もしもし、まずい、間に合わないぞ。安心してください、キョウさん、私たちも手伝いますよ。本当ですか？ありがとう。やった、出発。わお待たせしました、お荷物です。え、もう？ありがとう。お待たせしました、お荷物です。わあ、ラブルゲーム、ありがとう。はった、お待たせしました、お荷物です。荷物だ、荷物、はい、どうぞ。ありがとう。さあ、次の場所です。配達って簡単ですね。この道しかないんですか？危ない。よっ、はっ。いつも通ってる道なので大丈夫ですよ。こっちです。ドラッグ。お待たせしました、お荷物です。ありがとうございました。いいえ、次の場所へ向かいましょう。ここは気をつけて。やだだ。ごめんなさい。下り坂です。大丈夫ですか？大丈夫、行きましょう。お待たせしました、お荷物です。はは、ありがとうございます。いえ。わあ、海の中まで配達するんですね。キョウさん、サメに会ったりしました？ないですよ。あ、サメだ。こっちです。危なかった。お待たせしました、お荷物です。ありがとう。終わった、仕事終わりのホットココアでも飲もうかな。あいた。あ、まだある。これはチューチュー峠のハムスターさん家の荷物だ。大丈夫、チューチュー峠はすぐですよ。前に来た時は夏だったからな。雪が深くて車では進めませんね。よくあることです。この先は歩いていきましょう。わあ、これは無理だ。どうしよう、荷物を今日中に届けないと困ってるかもしれない。どうよ、パパ、ドアはいつ直せるの？早く。荷物が届いたらすぐ直せるよ、もう少し待とう。警部、見てください、これならいけるんじゃないですか？よっ、は、釣れた。そうだ。よっ、ソリの完成。イエーイ。やーい。はっ、はっ、イエーイ。やっほーい。はっ、おー、はっ。配達員さん、まだかな。あ、風で通る。
来た。お家のドアとお荷物です。うわ、よかった。よっ、治りましたよ。よかった。あったかい。皆さん、ありがとうございます。ホットココアです。あ、やっと終わった。配達行って大変だな。ダブルゲームのワンポイントアドバイス。みんな、配達員さんは荷物運びのスペシャリストなんだ。小さなものから大きなものまで、さまざまな場所へ安全に素早く荷物を配達してくれているんだよ。それに毎日多くの荷物を雨の日も風の日も休まずに配達してくれる配達員さんのおかげで、私たちの便利な生活は支えられているんだ。だから荷物を受け取るときは感謝の気持ちを伝えようね。ワン！ハイパーストロンガー。私の秘密兵器がついに完成したわ。ハイパーストロンガ、出ておいで。わー、どうして子供なの？失敗か。すごいパワーだわ。やっぱり私の発明は成功してたのね。まずは誰かおかしゃを持ってきて。おかしよ。でもそんなにひどくないから安心して。よっ、お、終わったよ。え、はい、
痛くない。ほら、うわー、すごい。見てよ。先生、ありがとうございます。歯医者さんは歯のトラブルを解決します。お、おっと、患者さんかな。どうぞ。お、お、ハムスター先生はどこだ。どうなってるの。ハムスター先生、ラブールケーブ、怪物が出たんだ。本当よ、怖くて外に出られなかったの。落ち着いてください。怪物はどんな姿でしたか。すっごく大きくて髪の毛が大きな鳥の巣みたいだった。それにものすごく怖い雄たけびをあげるんだ。この声だ。ベルマン君、見に行きましょう。あっちです。お、まさか怪物が。お、観察してみましょう。お、うわあ、気をつけて。ベルマン君、追いましょう。あなた、うわあ、また逃げられた。またここか。歯科医院。そうか、私たちは歯科医院の周りをぐるぐる回っていたんです。だから逆向きに走れば捕まえられるはずです。お、なるほど。思った通りです。あ、おっさや、だはっ、やー、おっ、スパイルマン君、待って、それはライオンさんです。ライオンさん、どうしたんです。歯が痛くて、でも歯医者も怖くて。歯を抜くぞ。おお、だからぐるぐる回っていたんですね。いた、また歯が痛くなってきた。これ以上悪くなる前に早く歯医者に行きましょう。いや、やだ、やだよ。安心して、怖くないですよ。やあ、歯医者のハムスターだよ。さあ、口を開けて。甘いものを食べた後、歯を磨いていないね。ひどい虫歯になっているよ。どうしよう。大丈夫、今治療してあげる。よっと、あっ、よっ、え、え、あっ、よっ、お、それ、あ、え、あ、そっと。はい、治療完了。ん、お、え、わ、歯が痛くない。歯を見てごらん。
あん、あん、わあ、虫歯が治ってる。先生ありがとう。やっほー、見てよ俺の歯。ライオンさん、歯医者は怖かった？全然怖くない。これからは定期的に歯医者さんに通うよ。あの痛みは無駄だったな。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、歯医者さんは私たちの歯を守り、歯の病気を治療してくれるお医者さんなんだ。もし歯に問題が起きたら、すぐに歯医者さんに行って見てもらおうね。そうしないと症状が悪化してしまい、もっと深刻なことになる可能性もあるんだ。みんな覚えたかな？ワン！誕生日ケーキを盗んだのは誰？ああ、なんでコソコソしてるんだ？ダブルケーブに見つからなくてよかった。ケーブ、私たちが注文した誕生日ケーキを見たら絶対喜びますよ。あ、あそこのお店だ。あの恐竜さん、なんか変でしたね。おお、ケーキを取りに来たのかい？10種類のフルーツをふんだんに使って丹精を込めて作った誕生日ケーキ、ラブルケーブもきっと気に入ってくれるはず。わー、見て、綺麗だろ。え、何もないよ。何を言ってるんだ、さっきここに置いたばかりだよ。え、あ、ケーキは、あ、他のケーキも全部ない。カバさん、注文のプリンケーキを。そのケーキを取りに来たよ。私は、ケーキが盗まれたんだ。え、泥棒を見つけてください。もちろん任せてください。カバさん、ショーケースに近づいた人はいませんでしたか？ライオンさん、さっきショーケースのそばをうろついていたでしょ。俺じゃない。歯が痛くてケーキが食べられないから、ただ眺めてただけなんだ。じゃあ誰が？俺じゃない。お前だろ。俺じゃない。そこまでです。ハッピーダブルケーブ。ケーブ、どうしてここに？君たちの様子がおかしいからついてきたんです。見てください。ゴマ、こっちにも。あ、指紋だ。指紋？はい、指紋は一人一人違っていて、誰一人として同じ指紋の人はいません。指紋を比べればケーキを盗んだ犯人もわかるはずです。店長は手袋をしているから指紋はつかないわ。じゃあこの指紋は犯人のものですね。指紋採取セット。指紋の採取完了。指紋の比較をお願いします。俺からだ。言ってしません。ライオンさんは犯人じゃないわ。だから言ったろ。思い出した。君もショーケースの近くにいた。私じゃない。俺がやる。
一致しません、うん、ほらな、私の番ね。一致しません、一致しません、一致しません。ここにいるみんなは犯人じゃありません。疑ってごめんなさい。見落としはありませんか。見落とし？うわっ、ねねね、あ、恐竜だ。おいしい。ボスに持って帰ったらきっと褒められるぞ。ちょっと待った。お、警察逃げろ。もう手袋が邪魔だ。よし、それ一致しました。ケーキを盗んだのはお前だな。お、まずい、逃げるな。おお、またシャドウキャッツか。追いましょう。よっと、ほっ、いや、待て、えいっと、これは返すね。私たちのケーキが、次は成功してやる。あばよ、ヤッホー。あー、うん、署までご同行願います。わあ、わあ、綺麗なケーキだ。ラブルゲーム、お誕生日おめでとう。みんなありがとう。なるほど、僕にサプライズを用意してくれてたんですね。みんなで食べましょう。やったー、ラブールケーブのワンポイントアドバイス。みんな手の指を伸ばして指先をよく見るとたくさんの細かい線があるよね。これは指紋というんだ。人の指紋は一人一人違っていて、たとえ双子でも指紋は異なるんだよ。指紋は多くの場面で利用されていて、スマホのロック解除、タブレットのログイン、スマートロックの解除に使われたり、警察が指紋を使って事件を解決する手がかりとして利用されていたりするんだ。指紋がどこで使われているか、生活の中でよく観察してみてね。はい。危険な電話。見て、UFOだ。僕のアイスが。指名手配犯ヒグマ見つけた場合、直ちに通報を。ワン、こんにちは。こちらラブール警部です。ラブール警部、指名手配犯のヒグマを見つけたんだ。どこでですか。バラロードの倉庫です。安全な場所に避難を。すぐに向かいます。うん、アクション。
ここは埃まみれで僕たち以外に足跡は残っていない。誰かが出入りした様子はなさそうだぞ。まさか。ラブール警部、ヒグマが僕を捕まえに来たんだ。今隣の養蜂場に隠れてる。あ、見つけたぞ。はい。ヒグマじゃなくてクロクマさんだ。何かあったんですか、おまわりさん。いや、ハチミツを買いにね。もう一回ヒグマが来たって通報してみよう。ヒグマ。今まで2件の通報はキツネ君のいたずらだったようですね。なんだって、いたずらのせいでこんな目に遭うなんて。騙されないぞ。助けてください。今回は嘘じゃないんだ。嘘の通報は罪に問われるぞ。いいえ、今度は本当のようです。聞いてください、エンジン音と反響音がしています。車に閉じ込められているんですよ。よいしょ。ヒグマだ。俺様はヒグマ様。追いかけよう。ヒグマさん、止まりなさい。車を止めなさい。警察か。よいしょ。おい、おう。めんどくせえ、そう簡単に捕まるか。よし、はっ。大変だ、警察が追いかけてきた。逃げろ。あれ。逃げられるわけないだろ。怖かったよ。もう大丈夫ですよ。今後は絶対にいたずらで通報しないようにね。ごめんなさい。ラブール警部のワンポイントアドバイス。嘘の通報は罪に問われるよ。嘘の通報のせいで警察が無駄足を踏んでしまうと、本当に助けるべき人を助けられなくなる可能性があるんだ。みんな、警察に通報するのは本当に危険なことが起きた時だよ。絶対嘘の通報をしてはいけないよ。ワン。かゆかゆボールプール。待てー。捕まるもんか。どこに行った。まだ近くに隠れてるはずです。ボールプールに隠れてるとは思わないだろう。これはイタチさんの尻尾です。あ、隠
こにいたのか。行くぞ、それ。逃げられるとでも思ったか。警察署に連行してきますね。おおいおい、お、なんだ、顔がかゆい。あ、かゆい、かゆい、あ、全身かゆい。我慢できない。お、よぼく、なんで真似を。真似じゃないよ、僕もかゆいんだ。かゆい、かゆい、かゆすぎる。どうしたんです。かゆい、かゆい、どうしたの。首が長くてかけないんだ。開いた。首がかけない。まずい、危険だ。はっ、ゴール。やった。えい、それ、やや、とやったね、パーフェクト。あ、キリン君、かゆいよ。こんにちは、ダブルゲーム、何起こってるんです。調べておきますから、皆さんはまず病院へ。お薬塗りましたよ。先生、ありがとうございます。イタチさん、警察署に連行されたはずじゃ。突然かゆみに襲われたので先に病院に連れてきました。ラブール警部、結果が出ました。かゆみの原因は皮膚のアレルギー反応ですね。みんなが同時にアレルギー反応を。患者に共通する場所はありませんか。共通の場所。ベルマン君、今日行ったところを思い出してくれませんか。パトロール以外だと休憩時間にドーナツ屋さんにアイスクリーム屋さん、それとハンバーガー屋さんです。食べてばかりですね。思い出した、イタチさんを捕まえた時にボールプールにも入りました。ボールプール。僕も行った。僕たちも。どうやらボールプールに原因があるようですね。ベルマン君は病院で治療を。パピーさん、私たちで調査しに行きましょう。やはり原因はボールプールのようですね。パピーさん、見てください。子供たちがボールプールの中でお菓子を食べてゴミをそのまま捨てています。あ、口のまま遊んでる子もいる。みんなボールプールの衛生ルールを知らないんだわ。大ちゃん、ボールプールで遊びいい？いいよ。やった。サイさん、どうぞ。うわ、ラブル警部。サイさん、ちゃんと管理しなくちゃダメじゃないですか。え、何か問題でも。スーパードッグメガネ、これをかけてみて。なあ、こんなにバイキンだらけなの。だから最近かゆかったのか。かゆい、かゆい。まずい、ボールプールの空気が。どうしたの。危ない。助けて。パピさん、行きますよ。はっ、やっ、えい、それ。急いで離れましょう。やっと。本当に怖かったよ。もう大丈夫。ごめんなさい、私のせいです。これからはボールプールをしっかり管理します。約束ですよ。それじゃあ病院に行きましょう。
ラブールケーブのワンポイントアドバイス。みんな、ボールプールで遊ぶときはきれいに使うことが大事なんだよ。そうじゃないとバイ菌が繁殖して健康に悪影響を及ぼす可能性があるんだ。みんながルールを守って意識的に行動することで安心して楽しく遊べるよ。みんな覚えたかな？うん、美容師さん、こんにちは、ホースさん。いらっしゃい。すっきりとしたヘアスタイルにしてください。私は可愛くパーマを。僕はかっこよく。オッケー、お任せあれ。ハンター、君の美しさを作り出す。さあこちらへ。ハンター、うん、よっと、はっ、よっ、は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 っ、次は僕の番ですね。まずは髪を洗いましょう。そんな、なんじゃありゃ、怖すぎる。毛玉の怪物だ、逃げろ。何かあったようです。見に行きましょう。待ってください。ちょっとちょっと、まだ洗い終わってないよ。私のキャンディーが。もう大丈夫だからね。あれは何でしょう。怖すぎる。ラボールケーブ、あの大きな毛玉に僕のスケートボードが食べられちゃった。私たちのも食べられちゃった。安心して、私たちに任せてください。追いますよ。はっ、はい。フラミンゴママ大丈夫ですか？あらら、私のバッグが。毛玉め、待って。それ捕まえた。ちょっと、あれ、ベルマンさんは？それ、ここでさ。ベルマンさん、それ。それ、やった。はっ、毛玉の中にこんなにたくさん入ってたなんて。あ、君は羊くん。どこにいるの？あ、羊くん。ママ、ここにいたのね。羊ママ、何があったんです？それが、
この子ったら髪を切りたがらなくてどんどん伸びてしまったせいで前が見えなくなってしまったの。それで美容院に連れて行こうとしたんだけど途中で逃げてしまって。自分の髪につまずいて転がっていっちゃったんだ。そういうことだったのか。ごめんなさい。それじゃあ髪を切りに行こうか。行きましょう。いらっしゃいませ。おや、これまた随分伸ばしたね。ホースさん、羊くんをすっきりとしたヘアスタイルにしてもらえますか。オッケー、お任せあれ。大丈夫、私たちがついています。新しいヘアスタイルもきっと気に入るよ。まずは髪を固定して。シャ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 。はっ、いや、どうぞ。どうぞ。安心して。美容師ホースにお任せあれ。羊くんの髪を掴んでいてもらえるかな。了解。お、シャ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 。ほう。わあ。じゃん。完璧。うわあ、かわいい。とても似合ってるわよ。髪を切ったから前が見やすい。それにとってもすっきりした。ほらね、髪を切るのは怖くないだろ。それにすっきりして気持ちいいでしょう。うんうん、もっと早く来ればよかった。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、定期的に髪を切ると清潔なイメージを保つことができるんだ。髪を切りたいときは美容師さんにお願いしようね。美容師さんは髪をカットするだけじゃなく、いろいろなヘアスタイルにしてくれるんだよ。ワン！巡査のヌンチャク。キャンプ場だ。わあ、武術の訓練にぴったりだ。キャンプの準備をしましょう。うん。うわあ。荷物が多すぎるわ。はっ、じゃあ、おん。僕の万能ヌンチャクに任せてください。それ。お、はあ。わあ、すごい。アウトドアシアターやりたい。任せなさい。万能ヌンチャク、それよっ、はーった。えい、はっ、おっ、はー、はっ、よっ、えい、はっ、ほら、よっ、ちょっと、はっ、さー、はっ、よっ、はっ、たあ、栓抜きがないわ。お、問題なし、万能ヌンチャク。はあ、それ、へへ、わ、わあ、あ、それ、あ、え、いや、ワニだ、来ないで。助けてー。